8月27日火曜日、時刻は午後4時半になりました。ニュースの時間、まずはこの時間に入っている最新のニュースラインナップでお伝えします。ヘッドライン愛媛、愛媛に関するニュースをお伝えします。あさって29日からは警報級の大雨となる見込みです。非常に強い台風10号は30日金曜日ごろに愛媛県に接近する恐れがあります。気象台は暴風、土砂災害、低い土地の浸水、高波などに警戒するよう呼びかけています。県内各地で台風へ備える動きが始まっています。宇和島市では養殖業者がイカダを高波などから守るため、波が穏やかな湾の内側に避難させる作業に追われていました。交通機関にも大きな影響が出そうです。台風接近が見込まれる中、 JR 四国は明日以降計画運休や長時間の運転見合わせなどの可能性があると発表しました。伊予鉄高速バスは29日と30日の名古屋線、新尾道福山線、福岡線の全便と31日に福岡を出発する便の運休を決めています。それぞれのホームページなどでご確認ください。高架工事を終えて来月29日に新しく生まれ変わる JR 松山駅。 JR 四国は商業エリアに設けられるフードコートの概要などを発表しました。舞台下の奈落など普段は見えないステージの仕掛けに大興奮です。夏休み中の子どもたちが松山市総合コミュニティセンターの舞台裏を体験しました。ヘッドライン愛媛、愛媛に関するニュースをお伝えしました。